えー、うつ病で通院していたんですが、病院が変わったらノイローゼと言われました。うつ病とノイローゼは違いますかえー、どう違いますかうつ病とノイローゼはどう違うかノイローゼっていうのは精神医学の病名には、正式には含まれていないので、ちょっとよくわからないですね。ただた、おそらく言ってることは、まあ、ノイローゼっていうか不安神経症とか気分変調症ということなのかなと、ことを言いたいのかなと思います。で、そのドクターはね。 で、うつ病っていうのは、そもそもその脳の病気で、えー、この期間からこの期間までうつっていうのが、まああるんですね。で、うつの期間が3ヶ月とか6ヶ月あったら、その後は、まあ比較的フラットな状態になると。で、またしばらくすると再発してしまって、また落ち込む期間があると。だからこの落ち込む、元に戻る落ち込むを繰り返すのがうつ病なんですね。で、 これが低め、ずーっと低い状態で、いつから悪くて、いつ良くなったかよくわからないような感じの場合は、やっぱうつ病というよりは、気分変調症とか別の病気を疑ったりします。うん